麦わらの帽子のキラリンレボリューション。ハクオインのここ、どうもワキワキポッチッチです。本日はですね、またあの企画がやってまいりました。アッキーのリアルとゲームの世界を一緒にしちゃおう。いやーいやーいやー、あぶねー、熱38度8番だった。ってことでですね、今回俺に必要なものといったらやっぱりエイム力なんですよ。でエイム力ってどこでまあこの世界で鍛えようかなって考えた時に、ダーツってあるじゃないですか。あのダーツって主流としたルールでは真ん中に結構当てるんですよね。真ん中の小さいところに、あそこに当てるっていうのが主流としてて、それってスプラトゥーンのエイム真ん中じゃないですか。だからちょっと似てるとこあるなと思って、今回はダーツでやっていきたいんですけれども、まあ単純にね、真ん中一回当てただけじゃそんなのエイム力上がんないじゃないですか。ダーツって3回投げるんですよ、一旦に。で3回とも真ん中に当たるっていうのはハットトリックって言って、めちゃくちゃすごいんですよ。それを出したら確実に、多分やっぱり絶対にめちゃくちゃ上手くなると思うんで、まずはそちらをやってこい。いやー、みんなオープニングめっちゃ元気だったし、俺、あれめちゃくちゃ頑張ってた、なんか風邪ひいてるんですよ今。めちゃくちゃオープニング頑張って元気出して撮ってたけど、この検証は別にどうでもいいから、ゆっくりやらせて。アッキー心配、アッキー風邪なの大丈夫って思ってる人いるかもしれないけど、あの点滴したらめちゃくちゃ良くなったからこの企画やってる。こんな時まで動画撮らなくてもいいのに、 YouTuber 魂すごいとか思ってるやついるかもしれない。もう一回言う、点滴したらめっちゃ元気になった。しかも今考えた企画、これダーツ。なんで今俺外出の企画を考えたっていうね。あのだけど他に企画考えられない、やっぱネタ実況者大変ですね。ああこのジェットスイーパー、雨の中打ってきて、お前が雨で雨の中傘さしてたら、お前横から水ぶっかけてやろうかな、マジで。ってことでね、まあやっていこうと思うんですけども、なんかね、初っ端ね、あの病人アピールして構ってもらいたい、心配してほしい系男子になってるけど、その通りなんだよね。めちゃくちゃ心配してほしかった。いやーやっぱ弱ってると寂しい、寂ついてる俺の心。オッケーリー。だからね、まああくまでこれはね、あの検証っていうか、あの別に何も考えないでやればいいんだよこれは。ああどんくらい俺のエイムが長けてるかでしょ。で今からダーツ行ってきて、どんだけエイムが上手くなるかと。だからね、検証だからね、あくまでここではね、あんまり当てない方が検証っぽくなるんじゃないかなと思うかもしれないじゃん。でも当てる、当たんない。お前逃げるだろ。逃がさないよね、それは。ああそんな簡単逃がさねえよ、俺。やばいやばい。当たれ。当たれ。今の、マジか、当たんねえのかよ。逃げないの、君。逃げないの。あいやあいや。いや、みんなきっと、うまっ俺今の。いやみんな聞いてよ、なんかね今ね、イカしか食べない企画みたいなやってみたいのよ。1週間イカだけ生活でさ、聞きたいんだけどさ、1週間イカだけ生活ってイカ料理なら OK、 それとマジでイカじゃなきゃダメ。例えばだけど、イカの中にご飯詰めて焼いた食べ物みたいなあるじゃん、イカ飯みたいな。あと例えばだけど、イカスミパスタとか、そういうのは OK。 やり。でも、マジでイカだけじゃなきゃダメだった。喉痛かった。今のうますぎじゃねえ、俺。なんか敵がスローに見えんだけど、今のマジ歩いてるようにしか見えなかったもん、イカちゃん。俺歩いてたか。待って、これ検証の前なのに。うますぎてビビんだけど、待って、最後一人やりたい。最後一人やらせて。出ちゃったね。お疲れ。勝てたー。しかも結構いい感じで倒せちゃったんだけど。これ検証後の俺頑張れ。まあでもダーツでね、まあ、エイム気力鍛えればまあ、こんなの余裕でしょう。アッキー。後のアッキー。見せたれ、お前ならできるよ。頑張れ。
ちょっと全然入んないんで手の極意使います。説明しよう。手の極意とはキッズ特有のめちゃくちゃ強い極意らしいぞ。素晴らしい、本当に完璧に3本真ん中に入ってます。これでエイム力も上がったと思うんでね、スプラトゥーンの方へ行ってきましょう。よいしょよいしょよいしょ、聞きました、今のよいしょ3連発。いやー、ダーツで3連発当ててね、よいしょも3連発出しちゃったんで、これマジ強いっす。でも昨日帰ったら即寝ました。帰って即寝た。あのね、疲れ果てたね、さすがに。だからね、帰って即寝たんですけれども、まあ、一日経っても、はい、見た？マジ強えっしょ？やばい、当てらんね。くるりんぱ。今のも当たんねえのかよ。でもマジ強えからもう絶対大丈夫だから。ほら、はい、なんちょこぱー！わかったわかったわかった。本気出すよ。最初は練習じゃん。わかったって。倒しちゃった。これですよ皆さん。ガチガチで練習すればね、マジで強くなるから。これもう敵が来た瞬間に一瞬でとどめを刺す。はい。あー、左ずっと狙ってたんだけどな。おいしょ、無理か。置いてきたとこも無理でしたか。やばいな。いや、割れる。あぶねえ、よく勝ったな今の。それ逃がさない。はい、オッケー。あ、いるね、いるね。ほら、登ってこい。ほい。あ、そうか、そうか。これ、こっち来て。学校来ると思ったわ。あ、なんかいる？あ、バレてない。あ、こいつ、無理だな。出てきた！はい！あ、やばい！イカスフィー！イカスフィー！逃げたか。じゃ、こっちからあえて。ん？あれもわやって。ここ、降りるタイミングで爆発。うん、やばい。やばい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 、このままだとダーツする前の方が上手かったみたいになっちゃうよ。待って待って、それはまずい。ちょっと待って待って、本気出す。そこ来ると思ったから裏から撃つ。おーい、倒したを倒したを倒したって、どんだけ倒してんねん。